皆さん、こんにちは。いつものお茶て元サチュの動画を提供する、毎度おなじみ、雄大ープ代表投資名役社長の三浦雄大と申します。今日は突然なの話はこの方のお話をしてみたいと思います。はい。この方は誰でしょうかそうです。小野田さんでございます。小野田さんはですね、航、ま、空、あ、券 YouTuber で、まあ、有名な方でございますけれどもですね。で、まあ、今日はですね、まあ、小野田さんの、 世界一周旅行の感想と振り返りについてですね、まあホワイトボードを使ってですね、皆さんと振り返ってですね、現状とですね、課題についてですね、まあ感想も言うそうなんですけれども、喋ってみたいと思います。で、まあどうしてこんな動画を作るかと言いますとですね、まあ自分はですね、まあミスコ以外にも旅行とか鉄道動画はたくさん言ってるんですけれどもですね、まあおそらく今後も旅行とかも行くんですけれどもですね、まあ、小野田さんのまあ動画もまあ、 多少ないときを参考してみなんですけれどもですね。まあそれを見ながら僕もこれから旅行の動画をこれから作るんですけれどもですね。まあいろいろとですね。まあ課題が、課題とかって、うーんとちょっと思わざるを得ない部分がちょっとあって、あ、ありますのでですね。まあ今回はですね。まあ振り返りということで,ですね。まあ自分の中で頭を考えてこれからどうしようかなっていうのをですね。ちょっとやってみたいと思います。まあ、小野田さんのまあ動画を見ている方、多分おそらく知っていると思うんですけれどもですね。小野田さんはですね、 世界一周旅行、YouTube で,です、ね。世界一周旅行したわけでございます。世界一周旅行ですね。行ってた時間はですね、あの、六確か、ちょっと、日付はちょっとま、間違えてたらごめんなさいなんですけど、6月の15日から、で、8月の15日、約2ヶ月ほど行っておりましたね。はい。で、か2ヶ月ほど行っておりましてですね、で、その後、今、世界、いや海外行ったりも隔離とかされるんで、隔離期間がですね、今日、帰国してから8月15日からで、8月29日、 ま、あ約2週間かなちょ、っとちょっとかいや、あの、これあの、隔離にもいろいろ種類ある。これはちょっとまたしゃ、また、別に喋るんですけれどもですね。はい。で、行っていた国はですね、もうめちゃくちゃ、やつは行ってるんですけれどもですね。まずは、ハワイ行って、で、アメリカの、んロサンゼルス、アスベガス、シカゴ、ニューヨーク、フロリダ、あれフロリダ行ってねえか。 あと、スペインも行って、イタリア行って、フランス行って、ドバイ行って、ウクライナ行って、ジョージア行って、トルコ行って、エジプト行って、モルティブ行って、で、乗り継ジでシンガポールでまた成田日本戻ってきたんですけれども、その後グアム行って、で、その後なんか変なホッピングツアー行って、なんかマーシャル諸島も経由して、で、ハワイ行ってまた日本にも、成田に戻ってきたっていうのですね。なんか、やってたらしいんですけれどもですね。 うーん、まあ、明らかにちょっと、まあ、もちろん、その、いろんな、い,いろんな YouTube をいろんな方が見てると思うんですけどですね。まあ、僕も見ておりました。あの、6月ぐらいが多分動画を流したと思うんですけれどですね。まあ、明らかに、んそれはちょっとおかしいんじゃないのみたいな。まあ、明らかにちょっと、そういうのがちょっと、ああまあ、思わざるを得ない部分があったわけでございますよ。はい。 まあ自分も旅行は好きでよく動画とかよく撮るんですけれどもですね。まあ明らかにちょっとこれはちょっと明らかにまずいんじゃないのみたいなですね。この時期どうなのかなーっていうのはですね、ちょっと思わずはいないんですね。まあそれは一体何かついてですね、まあ明らかにそれは何かと言います。それは良くない部分なんですね、やっぱりですね。まあ旅行でも一応マナーやルールはあるわけでございます。まあもちろん YouTuber もそうなんですけれどもですね、はい。 なのでですね、まあ、明らかにですね、まあいい部分はもちろんあ、ありましたよ、それ。あったんですけれども、まあいろんな料理も出てきてですね、あちらかホテルも様子もよくわかりました。で、まあプールも良かった。まあ、まあいろいろあるんですけれども、明らかにマイナスの部分がちょっとあるんだなというのちょっと思わざるを得ないで、これからちょっと喋ってみたいと思います。はい。少しちょっと画面をちょっと変えたいと思います。 はい。あのですね。ま、あ小野田さんはですね。まあ、行って、ま、あ海外旅行、一周旅行してるわけでございますけどもですね。ま、あ明らかにですね、やっちゃいけないことを、まあ、いくら、いくつかや、あからさまにやってるところが、あ、あの、やっちゃいけないところがあったのでですね。あの、自分で思ったあの、ちょっと、ワースト5にですね、ちょっと、か、書いてみましたね。で、あの、最初の1位は、まあ、ちょっと、1位から5位もちょっと書いたんですけど、ランキングでですね。 自分で思った声。まあ、他の人はどう思ってるか分かんないんですけれどもですね。まずはですね、まあ、ワースト5のまあ5位はですね、まあこれですね、まあ外務省の渡航休止韓国の無視ですね、やっぱり。あの今ですね、日本の外務省がですね、外国に行く際ですね、渡航、今コロナがどうのこうのっていう渡航休止がどうのこうと言ってるんですね。で、それにも関わるですね、まあ小野田さんは言ってるわけでございますよ。はい。まあ、イコール日本政府の行為無視してですね、まあせっかくまあ、 海外旅行に行くというですね。まあ、明らかにですね。まあ、まあ、違法、違法っていうのが、これ。まあ、やっちゃいけない。まあ、休止もかかわらずやって、やってしまったっていうのですね。まあ、まあ、これがちょっと、まあ、残念です。まあ、まあ、もちろん、まあ、仕事とかで行く人は、もう、ちょっと、いろいろ他の人もお、おの、おのさん以外にもいるんでですね。まあ、今回ちょっと合意にしたんですけど、まあ、明らかに不要不急の渡航を、まあ、しちゃったっていうのがちょっと、ありましたね、やっぱり。はい。ちょっと、それがちょっと残念、ちょっと思いました。で、第4位はですね、 あの、アメリカとトルコもちょっと入ってるんですけどですね。アメリカとトルコ、ウフォー入国疑惑っていうのがあるんですね。まあこれはどういうことかと言いますとですね。まずですね、ハワイとアメリカ本土に、あとグアムかなオノラさん行ってるんですけれどもですね。なんとあそこはですね、うフォユーチューバーとしてなんか入れないらしいんですね。実は世界丸見えでですね、最近あの、やっつらすに行てるですね。ユーチューバーはですね、 なんかアメリカなんか入国はできない。あの、ビ、観光ビザじゃない。観光ビザだけじゃ入れないらしいんですね。で、そ、なんか、就労ビザがいるのかちょっとわ分かんないんですけど、もし、小野田さんそれを持っていなかったらです、ね、まあ、明らかにそのアメリカ、その移民局とか、その、まあ、とかもですね、う法と見合わさいと、普通入れないはずなんですよね。ねそれをなんかやってしまったんじゃないかっていう、そういうのがちょっとありましたね。で、トルコはどう,う何なのかというとですね、上、確かですね、 順番か、ョージアかはトルコだっただか、その入国する際、バスで乗ったんです。で、トルコにもなんか入国する際ですね、コロナのそのデータを、書類かなんかをですね、用意してなかったのかな、ちょっと、そういうところがちょっとあってですね、これはちょっとあれっていうのはですね、ちょっとありましたね。はい。まあ、これ、まあ、こういう、まあ、もちろんその書類の不備とかもですね、もちろん他の人もちょっとあり得るのでですね、まあ、これは用意し,したんですけれどですね、まあ、他の外国に入るにもですね、 書類っていいうのがいるんですけれど、まあ、僕も全然そういうことはミスは全然あり全然自分でもありえるんですけれどですね個人的にはもう少しちょっとそういうのしてもらいたかったっていうのはちょっとありましたねはいじゃあ次第3位はですねこれは隔離系のホテルの生活態度がですねちょっと気にちょっとダメだなと思いましたやっぱりそれ何,何かと言いますとですねまあ8月15日に日本に帰国して 成田のホテルでから、だっ東洋コインだったかな東洋、成田空港地近く東洋コインに、かく、その、隔離されたんですね。隔離されて、まあそこのホテルは、遅刻者専用の隔離のホテルだったんですね。で、そこのホテルに入ってですね、したんですけれどですね。まあこれも見たところですね、まあ明らかにちょっとひどいなと思ったのがですね、食事ですね。まあ食事は食べ方が汚いとかって、まあ他に書いてるところもあったんですけれどですね、 一番やらだ、その、隔離キロミにも関わらず、ですよなんかコーヒーを飲みたいとか、あとですよ、お弁当ですね、なんか途中から帰ろうとかって、なんか電話をかけてた部分があったんですね、やっぱり。あれはさすがにですね、ちょっとず、まあ、ちょっとずずしい部分があったんじゃねえかとちょっと思いました。ちょっと何こう、何この人ちょっと一応思いましたね。 あの、自分の都合でその海外行ってるじゃないか。もちろん仕事中でやむを得ず行ってる人もいる、まあい、いるわけじゃないですか。まあまあ、オ、まあ、おのさんの場合明の方、明らかにその、明らかにその、絶対必要っていう移動、あの、外,外国の渡航じゃないので、まあ、明らかにその、隠離がちって、明らかに自分のその状況をわきまいていないのが、ちょっとですね、ムーンとちょっとましたね、やっぱり。 なんか、普通の,餌あの弁当かベジタリアンに変えてくれませんかってそのベジタリアンの弁当を食べた後にベジタリアンが普通の弁当に変えろとかって、その、その隔離器の,のスタッフさんになんか電話してるんですね。まあ、明らかにこれは、まあ、ず、ちょっと、ちょっと少し勝手な部分があるんじゃないか、ちょっと思いまして、そう、ああ、見たちょそれはちょっとないんじゃないのか、ちょっと思いましたね。はい。でですね、あとはもうこれ、まあ、これもひどいんですけれども、ね、ホテル、空港でのですね、盗撮行為がですね、 まあこれが少しちょっと目に余りましたねやっぱりですね。まあこれは別に他の YouTuber でもそ,そうなんですけれどもですね。まあもう少しちょっと配慮してくれたから思わずに言いますまあ僕もその普段から旅行とか行って、なるべく人に人とかをですね映らないようにやっぱ頑張ってるんですよ。他の関係ないものをですね映らないようにして。まあ極力イコールはしてるんですけれどもですね。あちらからその小野田さんのですね、 明らかにその、そう、そういう画像、動画いるのみたいなですね。そういうのがちょっとありましたね、やっぱりですね。で、特に印象に残ったんですが、あの、あのモルティブの動画あったじゃないですか。であの時にですね、朝食を食べているシーンがあるんですけれども、その時に、小沢さんがそう映っていて、その後ろにですね、男性の顔がちょっと映ってるんですよ。男性の顔が映ってる恋人かな親がちょっとわかんないんですけど、そう。 男女の夫婦が映ってるんですね。で、そこがですね、ま、もろ、顔が映ってるんですよ。まあ、見れば、あの、モルろちむ動画、たぶん今も確かですね、映ってると思うんですけどですね、あるんですよね。まあ、あれはさすがにですね、ちょっと考慮しろよってちょっと思っちゃった。せめてですよ。映らないように、その、カメラをもうすぐ近づけて、やればですね、よ、できたと思うんですよ。あれ、せめて、教職だけだとかさ、せめてですよ。 あと、アフレコでやっ、なんか喋りながら食べてた私が、うん、まあ、それはちょっと、うんまあ、ケースバイケースだと思うんですけどですね、まあ、本当はやダメなんですけれども、あれは、まあ、僕はたまにやっちゃう部分はあるんですけれども、せめて他の人は映らない、関係るように映らないように取ってはもらいたかったですね。まあ、ああいう、無料で見のホテル一泊、ぬん万とかする、高値のホテルですから、あちらかにそのステータスを求める人が集まるんですね。でそういう、なんか、そう、 場の空気を読まないところはですね、ちょっと残念だなぁと思いました。あ、あとはですね、ホテルとあと空港ですね。空港でもその、と、今取っちゃいけないところをちょっ取ってる部分もちょっとありましたね、やっぱり。で、一番印象に残ったのはですね、あの、オドラさんがですね、モルディブからシンガポールって、シンガポールから成田に行くシーンがあるんですけれどで、成田空港を一旦帰るんですね。で、帰国した後にですね、ね、 あちらかいそうエーさんを、あちらかいそう撮ってるシーンがあるんです。で、その c ーさんがですア iPad でですね、隠すシーンがあるんですよ。で、これ、あの、ちょっと、これちょっと同じ iPad ドこれはですね、あの、ちょっと、ちょっとごめんなさい。これあ、これ、お尻をこれですね、見えるかな。当ててだからですね、なんか、ですね、小野さんを誘導するシーンがあるんですよ。まあ、これはですね、ちょっと普通はちょっと、考えられないと思うんですよ。はい。 なんで、普通、iPad でお尻こうやってやりますから、僕やんないんあの、実はですね、あの、し、あの、あそこを多分映ったらグランドスタッフさん、ANA さんの、多分、んアナ、うんグランドスタうんグランドサービスだったか確かそういうグランドスタッフの会社があるんですけれど、成田でも。まあ、羽田もそうなんですけれど、あの iPad っていうのはですね、あれ、実はこういう、こう同じまあ形なんですけれども、あの iPad って紐がついてるんですね。であの紐がついていて、 普段その、あなさんこうやってやるんですよ。で、ここに紐がついてて、紐がこうやってカバンじゃ書けないようになってるんですね。で、その iPad を使って、あれ、あ,れあそこってあの飛行機のその、投機、あの、情報とか、あとお客さんの顧客の情報とか、あと GD リスト、あの、まあ、ちょ、専門用語で申し訳ないんですけど、GD リストとかもあって、その GD リストとか、こうやってあの、見ながらやってるんですよ、あれ。えっと、飛行機の登場時間、飛行機のその、お客さんの名前とか、あと飛行機の情報とか、 あと、熱にお客さんこう、こうやが、こうとかいろいろ情報あるわけなんですよ。で、普通、ああいうところって iPad、こう、普通、普通はこうか、あと、こう、こう、こう、あの、お客さんの情報見ながら、あっ、お客様どうぞって言ってこうやってやる、やってるシーンがあ,のあるんですよ。普通はああやってなんか、かこう、隠こすことはないと、普通はありえないんですよ。普通は。まだちょっと iPad 見ながらですよこのお客さん誘導するのはわかるよ。ですけれども、 ああやってわざとこうやってやってるシーンはですね。あれはあてかいですね。まあ、小野田さんが来たから、まあ、や、やったと言わざるを得ないんです。普通はあんなことしません、ね。まあ、僕もちょっと、まあ、知り合いの航空関係の人あの、ちょっと話したんですけどですね。まあ、そんな、こうやってやることは、まあ、絶対ちょっとないっておっしゃっておりました。はい。まあですね、はい。さてですね、一番最後、一番ひげえなと思ったのは、皆さん何だと思います まあ、明らかにその渡航休止もそうなんですけれどもですね、雨も不法入院とかもそうです。まあ、これの不備もあったかもしれません。で、隔離中のホテルの生活態度もですね、まあ、これもちょっとですね、まあ、明らかになと思わざる得ない部分はあります。で、ホテル、空港での、まあ、まあ、盗撮行為。まあ、これもですね、まあ、明らかにひどい。まあ、あと他にもなんか、食べ方汚いとか、映画はできないとか、まあ、ベッドダイブが、ベッドダイブがひどいとかってあったんですけれども、一番ひどいのは何だと思います皆さん、考えてみてください。 多分これだと、あの、多分オドラさんのど、これ、あの、多分これじゃないんですか、やっぱり。自分の、子供をほったらかし。 多分これだと思います、やっぱり。小野田さんはですね、お子様がいらっしゃいます。はい。お子さんがいてですね、確か10月生まれだから多分もう1歳になったのかな。はい。で、旅行行く時はおそらく生後8ヶ月ぐらいだと思います。で、小野田さんの、まあ、これ家族の、こう、うーん、家族の絡みの話になってしまうんですけれどもですね、あの、小野田さんのその、 奥さんでした。じゃあ、原さんでしたってい,いらっしゃると思うんですけれども、6月、コロナが、オノが、さんがその世界収旅行行く前に、行って韓国を帰国してるんですね。帰国してですよ。行って、その間にまあ行ってるんですけれども、ね、個人的にはですよ。まだ2日、3日ならわかるんですけど、そ数ヶ月もですよ。その子供をなんかその、ほったらかして、その、旅行はちょっと、さすがにこれはちょっと、 どうなのみたいなちょっと思わざるを得ませんやっぱりはい子供をほったらかしてですよ、まあ、旅行は世界旅行をフラフラ行ってるわけでございますよこれはさすがにですね普通も僕だった普通家族のいる身だったらちょっと個人的にはちょっとできないと思います日本もし日本の家庭で他の人だったら多分何やってんのとかあなたは間違いなく離婚は分かんないんですけれども 明らかに見解になることは間違いありません。普通何回とも何やってんだあんたみたいなもまあ、独身だったら分かるで、こういうの。ほん結婚してますからですね、本当に。まあ、もちろん、その、今はなんか9月頃に、あの、帰ってきて、まあ、た娘と暮らしてると思いますけれどですね。まあ、明らかにその、やる気のなさっていうか、その、少し、育児を少し放棄してる部分が見、見、わざる得ない部分が多分あると思います、やっぱり。はい。 なので、これ、これは個人的には一番ちょっとひどいだと。こう、自分の子供をほったらかしてる部分もありますよ、やっぱり。その子供はその、生まれた、ちょっとちょっと自分子供もいないからわかんないんですけれども、子供のその、おその、保育ああ、その、育てる部分っていうのはですね、まあ、明らかに親の行動がやっぱ影響してるわけなんですよ。その子供をどうやって可愛がるか、子供をその、どう 教育するか言うて、まあ、まあ、左右されるわけなんですよ。その子供の機能に影響しますか。まあ、それを、そう、大事部分をちょっとほったらかすのが、明らかにその、影響まあ、してはいけないと、個人的にはちょっと思いました。はい。ではで、ね、次はですね、まあ、最後の振り返りをしてみたいと思います。画面変わります。どうぞ。はい、画面を変わりましてですね、まあ、ほんと最後の、まあ、まとめになってしまうんですけれども、 まあ、明らかにその、オドラさんの世界一周旅行の、まあ、感想で。まあ、結局はですね、あの、まあ、アドラさんは最初はその旅行会議の原料を伝えたいと言ってるんですね。はい。まあ、もちろんその、旅行行くとはすごい大事だと思います、やっぱり。まあ、旅行会社、航空会社、鉄道会社、バま,まあ、フェリー会社とかも潤います。はい。で、もちろんですね、旅行、まあ、僕も旅行はすごい大好きで、まあ、 今国内で行って、まあ海外旅行もですね、まあいずれかは行きたいとは思っております。はい。で、まあもちろん僕だってすぐには海外行きたい、海外で行きたいですよ。まだ、あ、行ったことない国っていっぱいあります、やっぱり。はい。でい、もちろん行った、まあもちろんフランスとかはもちろんアメリカだっても行きたいし、まあいろいろあるんですけれどもですね、まあ一番大事なのはこれです。このコロナ禍でって、もちろん今飛行機だって乗れないじゃないですか。で、コロナ禍でどうしてもこれ必要、引く必要があったのかってことです、やっぱり。はい。 で、まあもちろんその先ちょっと繰り返していっちゃうんですけど、今は普通に生きる状況じゃないじゃないですか。で、で、普通に生きる状況じゃなくて、もちろん、なんか PCR 検査72時間の陰性証明書でしたってなんかあるんですけどもですね、もちろんその PCR してその証明書を出して、で、はい、海外、まあ今そのタイとかもですね、今11月から隔離なしで入れるんですけれども、もちろん、 タイとタイ、その外国から、まあ、タイ含めてその外国から日本に戻ってくる際は、2週間の隔離措置とかをですね、まあ、やるわけなんですよ。で、明らかにそのか隔離の期間は、ね、長いわけでですね、普通のその一般のサラリーマンとか会社員には旅行、学生とかはですね、まあ、だから大学生できるかな。できるんですけど、明らかにちょっと厳しい部分があるわけです。どう考えても、はい。 でまあ明らかに今の現状とかもちょっとかけ離れてると思とちょっと思わざるを得ません。はい。世界情勢どうなんあんたあち、ちゃんと見てるのみたいな感じ今、海外旅行はそのすぐに、いわゆる伝えるのはわかるよ。わかるんですけれども、わかるんですけれども、明らかにその今の状況どう、ちゃんとその分析してやってんのみたいな、僕はそう思わざるを得ません。やっぱりですね。 それは、例えば、その、まあ、小ノさんが、もし、その、政府関係の知り合いが、もし、まあ、いる、いるかもしれないんですけど、けれども、ね、まあ、それを基づいて言ってるんでしたら、まあ、別かもしれません。何か専門家と繋がってるんでしたら、別かもしれませんけですね。まあ、あゃあ、そうだとしたら、じゃあ、 今、情報ちゃんと読んでんのみたいな。もうちょっと思,思わざるを得ないんですね。で、やっぱお金があってもすぐ行けないということで,ですね。まあ、結局はですね、あの、おまさん、その2ヶ月の動画を、ま、全く無駄とは言わないですけれどもですね。結局何を伝えたかったのかっていうのがですね、まあ、大事だと思うんですよ。その海外に行ってご飯食べて、まあ、ご飯もご飯を食べ,食べるんですけれどもですね。明らかにそのな、ただち歩いて、歩いてただご飯食べてです、ね、その、でしてる、ちょ、 だけですと明らかにその何しに行ったのみたいな思わざるいません。やっ,ぱりやってはいけないって、まあ、もちろんやってはいけないこともですね、ちょっとやってる先、先ほど言ったことも言ってるんですけれどもですね、これが大事だと思います、やっぱり。はい。何を伝えたかったんだよっていうのはですね、はい。結局、わざわざそんな大金かけてですよ、はい。俺はそう思います、やっぱりですね、はい。 すぐには海外行きたい、いろいろ伝えたい部分は分かるんですけれどですね、結局今すぐ行けるわけじゃないんですよ。い行け僕だって行きたいんですけども行けないんですよ。そのまあ、もちろん来年はどうなるか分かんないんですけども、もしかしたら来年だったら国を限定で行けるかもしれないです今はそれ行けないですよ。別に少しでもそのコロナが来年かそう、隔離がなくなれば、まあ、行くのは構わないんですけど、その実験台として行くんだけど、今はその普通にその、 伝えたいとかって言ってもですね、いける、いけない、なんでもい,いけるんだ。行く、あの、なんか行きたいと全体で考えてんだよって、俺はちょっと思わざるを得ないんですね、やっぱり。はい。あとは個人的にはその、まあ、小野さん、その、まあ、いろいろ旅行経とかやってるんで、個人的には何か、ね、国内中心です。何かしらですね、頑張って、もう少しなんか工夫して頑張ってもらいたかったのはちょっとありますね、やっぱりですね。うん、せめてその子育てのなんか、料理、 番組とかもしてやって、個人的にはやってもらい、まあ、やっちゃいけないとは言わないんですけれども、まあ、もう少しそういうのを工夫してもらいたかったらちょっと現状でございません、はい。まあ、明らかにその、個人的にはそういう思、まあちょっと、この動画はちょっと小川さんが見てることちょっとわかんないんですけど、まあた、まあ、中で言うとうるせえ、おめに何がわかんだ、バーカーとか思ってるかもしれませんけれどもいろいろですね。まあ、僕も、一応いろいろユーチューバーとしてですね、 何かしらルールとか、何、じゃ極力ちょっと守、守りながらちょっとやりたいとちょっと思ってるんですね。まあ個人的にはちょっと、おのさんの動画ちょっとこう思いましたね。まあちょっと。まあもちろんこれからも何かしら改善する余地があればですよ。本当にいい動画を作ることを本当に期待すべきと僕は思います。はい。そんな感じです。はい。雄大コープのミューイでした。 少し時間長いようですが、ご視聴ありがとうございました。また何かしらネタが出来、えー、次第何かしら動画を送りたいと思います。それでは。